ゆめ子はきっと。ジャバミ・ユメ子、彼女が現れてから百花王学園のギャンブルは確実に狂気の度を増した。そしてユメ子は今この瞬間も身を焦がすようなギャンブルに、その身を、私も思わずぼーっとしてしまいました。いいじゃねえか。こういうものを待っていたんです。極限までシンプル、それでいて極限の駆け引き、こういうギャンブルがしたかった。ユメ子見てくれよ。すごいですよね鈴井さん。ああいや、こっちを見ろ。何なのこいつら、まさか。えやろうぜ。でもユメ子も生島もそう簡単に指は抜かない。なんだよ、ずいぶん慎重だな。誰も見たりしねえのによ。見たらお楽しみが半減だもんな。久しぶりだなこの感じ。ゆめ、あなたたち分かっているのかしら。わずか数分後にはこの中の誰かの指。ヤマトさん、ちゃんと点検はしていただけましたか。ギャンブルを心から楽しむためには必要なことですから。それでは皆さん、チップをかけ指をギロチンに。ええ、どうぞ。誰からやっても同じことよ。ゆめ子、そうですか。わかってるよ。では次、2手目、ジャバミユメ子様どうぞ。はい。その瞬間はいつも突然やってくる。確かにな、よそ見してるうちに終わったら大損だ。でしょう。では参ります。話には聞いていたジャバミユメ子はともかく。いいですね、行って行ってじっくり危険が迫るのもおつなもの。なんだよ、ユメ子もそう思うか。私たちやっぱり気が合うよな。さて、それはどうでしょうね。少なくとも虚勢を張る度胸はある。唯一歯が落ちるまで耐えれば引き分けられる。ゆめ子を頼む、そろそろ当たりを引いてくれ。努力します。当たりはどれでしょうね。しかし、こんな素敵な道具をなぜ所有されていたのですか。へえ、世の中いろいろなお仕事があるんですね。でもそれなら話が早い。失うこともやむなしですよね。ヤマトさん、ちゃんと取り外していただけましたね。それはよかった。心からギャンブルを楽しむことができそうですね。じゃあ続けますね。取り外していただいたって。あーちょっと遠慮なく。ですね。それともただのハッタリか。生島さん、早く次に行きましょう。ああ、そうだな。行くぜ。はい。おかしいだろ、なぜお前らは紐を切り続ける。さあ、お前の番だ。この学園、何なの。はあ、なんでお前が泣いてんだよ。猫には、なぜなら彼女は駆け狂いだから。それを歪ませる輩が現れた。水槽を食い荒らす輩が。ああ、家畜になっちゃうかもね。なるほどね。全校生徒に1人1枚、この1枚が1票で票をかけてギャンブルするってことか。お金じゃないのはちょっと残念ですね。せっかく種銭ができたのに、きっちり振り込まれていました。ほら。これだけあればどんなギャンブルも存分にできるって楽しみにしてたんですが。こら、見せびらかしてんじゃないわよ。メアリさん、いちいち抱きつくな。人の人生なんて私にはいりません。
私はギャンブルができればそれでいい。あんたのお花畑はもう治んないだろうけどね。忠告しといてあげる。同じ字が入ってるわよね。何か知ってる？まあ遠い親戚とかですかね。早速始めてる。夢子はどうするつもり？もちろん生徒会長とギャンブルをするため今日は使おうと思います。だよね。今から楽しみです。それならたくさん票を集めないとね。一票や二票じゃ話にならないだろうし。さてそれはどうでしょうね。え？このたった一票が誰も無視できないほどの大きな力を持つ。早乙女はこの選挙をどうするつもりなんだ？ん？僕何か気に障ること言ったかな？はて、ジャバミユメコさんですね。まあギャンブル喜んで。ユメコ気をつけた方がいい。きっと早乙女の言ってた転校生。ああ、ん？バツバミさん、あなたも一緒にギャンブルを？はい。生島さんだったんです。虫バミさんですね。お誘いありがとうございます。このジャバミユメコのついでにね。おお、ジャバミユメコ。もちろん。どんなギャンブルなのかとっても楽しみです。いや、それじゃ受ける方が圧倒的に不利じゃないか。ご安心を。ルールを聞いて。ああ、なんでお前が泣いてんだよ。ここまでじらして済むはずねえだろ。いえいえ、むしろ長く楽しめてお得ではないですか。おかしいだろ、ひょっとしてこいつ。まさかとは思いますが、もう抜いてしまおうなんて思ってませんよね。おっしゃっていらっしゃいましたよね。虫歯み家の家業は拷問、どこまで耐えられるのか楽しみだと。拷問を家業とされる方には釈迦に説法ですが、この指切りギロチンは少しずつ増す恐怖には誰も耐えられない。それはどんな誇りもどんな信念も金繰り捨ててしまうほどの生理的な拒否反応で、あれはここからが真髄、ここからが楽しいのでしょう。くっ、そうでなくてはならない。ジャバミユメコ様の勝利であります。ジャバミ様はチップ2枚獲得。クソはあなたです、生島さん。あなた自分が何をしたか分かっているんですか？何言ってんだよ。私はお前に言われた通りリスクを独占しなかったぞ。20分の1の確率が幾多の偶然を経て2分の1まで極まった。まるで神がたばかったかのような奇跡。そしてその果てに訪れる究極の卓越。あなたはその最後の一瞬を踏みにじった。絶対に指が飛ぶなんて、絶対に実現する恐怖なんて怖くもなんともないのに。二度と私の前に姿を現さないでくださいませ。不快です。あれはただの保険ですよ。ギャンブルのルールを聞いたとき、今回の鉄板のような仕組みがあると嫌だなと思っていたんです。でも我々は何の支障もなくギャンブルを進行できましたよね。それはディーラーであるヤマトさんが机の滑り止めを取り外してくださっていたからなんです。誤解させるような言い方をしてすみません。でもあなたにも一緒に感じてほしかったんです。虫歯みさん、最後にあなたが見せた誇り高い信念、お見事でした。また一緒にギャンブルを楽しみましょうね。ジャバミユメコ、この女は間違いなくモモバミの血族。